どうもトラビッシュマンでーす。さあ今回は大好評のあのシリーズ、ひどかに巷で流行っているゲームをやってみようのコーナーです。ということで今回のゲームはこちら、インサイダーゲーム。インサイダーゲームインサイダーゲームとはですね、まあ、簡単に言うと犯人探しのゲームでございます。はい、はい、まずカードをね引きますね。たくさんのカードが入っております。こうやってマスター、庶民、そしてインサイダーと3種類の、ね、カードがありまして、マスターが一番最初にお題のカードに書いてあるお題を一つ自分の用紙に書きます。はい、でそれを他の6人で、それは何ですかじゃなくて、はいか家で答えられる質問をそれぞれ1人1回ずつしてください。なるほど。何が書いてあるかを当ててください。はい、でインサイダーはこの答えをあらかじめ知ってるんです、はい、最終的に答えをみんな出し終わった後に残りの6人でインサイダー探しをしてもらいます。あ、なるほどね。で、インサイダーだと当てられた人は1ポイントもらうことができます、うん、だから自分で正解した上でそのインサイダーも当てられたらその人は2ポイントゲットです。なるほど、ね、ただしインサイダー側は誰からも指を刺されなかったら2ポイントゲットです。おー、なるほどね。全然思ってないよ。感覚、ただの感じるタイプなんですね。うん、やってったらなんとなくかもね。まあ、とりあえずやってみよう。やってみよう。レッツインサイダーゲーム。インサイダー。はい、はい、これこれ邪魔り物に服はあるみたいな。じゃあそれぞれ自分のを見てゲームマスターの人だけ手を挙げてください。I'm a boss! イエーイ。何にしましょう。違う違う、そっちじゃない。そのマスターバーテンダーです。じゃあこれは社会には見ないでくださいね。はい、バーン。これ見せてこちらのテーブルです。僕は選びます。すごい。じゃあこちらのこれに決めました。じゃあ目閉じます。はい、全員目を閉じたら答えを見えるように出してください。どうしましょう。じゃあインサイダー目を開けてください。大丈夫ですか。はい、ということでみんな目を開けてください。はい、ゲームが始まりました。はい、じゃあどうする。じゃあ俺から。近い順から。これは食べ物ですか。いいえ、ではない。それは、まあ、じゃあ買おうって思ったら買えるものですか。時間はかかるけど、はい。サイズはでかいですか、小さいですか。どちらでもない。じゃあ、好きですか。はい。硬いですか。はい。硬い。柔らかい場合もありますか。それは、金属ですか。はい。家の場合もあります。トラビスのみんなはそれを見たことある。はい。あれ？そのものはファーストインパクトのある色はありますか。これはこれみたいな。いい。なんじゃ。そう。日常的に目にするものですか。はい。あ、なんか。全然わかんない。今の結構いい質問だな、ちょっと。じゃあマスターは今恋してますか。はい。それはメンバーの中にいますか。はい。見られてるかもしれないぞ。はい。今近くにありますか。はい。え、おっ、嘘でしょ。近くにある。近くにあるの。世界中どこにでもありますか。はい。ちょっと分かったかもしれない。では皆さん答えをお書きください。ちょっと待って。え、うわー、どっちやろう。答えを一斉にオープンしてください。せーの、ドン。カメラ、テーブル、窓、ソファ、スマホ、床。なるほど。日常的に目にするもので、今近くにあるって言ってたからカメラがあると思って。なるほどね。今、あれだよ、色はインパクトないって言ってたから。別にカメラってないじゃん、ほとんど黒だし。それも同じ理由な感じかな。そうだね、みんなそうかもな。スマホ色々あるじゃん。確かに。何と似たくなったの。
カメラ。そうなんだ。俺もカメラあったな。そうずれちゃないよ。勝手に俺インテリアだと思ったんだけど、最初インテリアだと思って、フローリングとか、カーペットとか、そういう系だと思ったの。なるほどね。床もね。床ありえるね。床だわ。いきますね。はい。答えはこちら。うわー、ポイント。で、ここからがこのゲームの醍醐味でございます。怪しい。でも俺ね、ノエルの結構その質問するまでの間とかも怪しかったんだけど、ゲンタ怪しいなって。いや俺も、ね、俺はね、ゲンタはね、ずっとね、的を得てる質問をしすぎてた。例えばインサイダーだとして見るじゃん。で、床だって言ったら、あ、じゃあもう窓にしようっていう、なんかもう、じゃあその90度のところ、そういうちょっと具体的な考えするかなって思って。キズは 100% ないんで。なんで最初の立ち振る舞い静かなと思ったけど、なんかちょっと違そうだったな。一番怪しいよね。でも俺はノエルだったな、途中から。じゃあみんなで次のページに誰がインサイドだったかを書いてください。はい。一斉にどうぞ。デデン、ノエル、ノエル、ゲンタ、ノエル、ゲンタ、シメちゃん、ゲンタ。ということで、インサイダーの人、正解した人の名前を発表してください。チャカシメ、ゲンタ、1ポイント。イエーイ。最初の最初なんで、これちょっと分かりやすくやりました。さすがにね、一番最初から本気でやったら多分、じゃどういうゲームだったのってなっちゃうんで。いや、俺ずっと分からなかったわ。じゃあ、ここからね、もう本番ですよ。はい、続いてのゲーム、いきましょう。はいよ。なるほどな。はい、マスターだーれ。私がマスター。おーい。あーもう隠せたら隠せんじゃん。隠す多くね。 OK。 上に掲げたらインサイダーの人、目を開けてください。数が多いですか、この世界で。はい、多い。食べ物ですか。名詞ですか。名詞。ああ、いいえ。名詞。ああ、仕事じゃない。ちょっと名詞だよね。じゃあ、空を飛びますか。はい、はい、何なの。空飛ぶんだ。飛ぶ。それは特定されているのがありますか。はい。いいの。それは泣くときに家業を喋りますか。絶対カラスじゃん。絶対カラスだと思う。確かにね。じゃあ大きいですか。大きさか。 TPO です。 TPO って大きさ。 TPO です。爆発しますか。 TPO ですね。はい。ああ、面白い。爆発すんの。どういうこと。爆発する。じゃあ爆発するの。人は乗りますか。人は家。わかんの。これは生き物ですか。いい。操られたりするものですか。はい。おお。じゃあ最後の質問です。最近知能は発達していますか。What？ はい、答えを書いていきましょう。あ、でも俺分かったか。俺分かったな。知能は発達してるって言うんだろう。一斉にどうぞ。どうぞ。あー、太陽、飛行機、ドローン、松松。すごいじゃん。すごい。シャボン玉、花火。花火ね。あ、そっち系ね。いきます。はい。熱です。熱。これむずいね、熱は。ちょっと熱は多分難しい、ね。まあ、熱って気球、確かにあるじゃん。一緒に上がる、飛ぶし、操る。ああ、そういうことね。コンロとかね。あ、広いな。おい、インサイダー。ドロー見てない。ドロー見てない、俺。じゃあ、インサイダー探します。いや、わかった。隠れてるってことだよね。これはね、インサイダーうまかったと思う。だってさ、もっとさ、的確なやつ言えたと思うし。この人しかいないっていうのがあるから。
で、みんな誰だったの？今回はね、しずやはないらしい。そうだね。で、ノエルも違うな、今回は。え、なんでなんで？教えてよ。なんでかっていうと、ね、なさそうだね。なさそうだね。いきますよ、せーの、ドン。俺も迷ったんだよな。シメ、ゲンタ、ノエル、チャカ、チャカ、チャカ、シメ。これ多いシメか。さっきからずっと喋ってるんだよ。いや、そう。そういう時めっちゃ喋るの。なんか、ね、自分をね、敵にしたくないから、大体喋るのよ。おー、みんな。ノエル怪しいよ、そう一番。そう、人のことを売り始めるんだよ。逆に見てるね。なんで俺多いの？いや、客観視してるとこない。いや、チャカそういうのもいいけど、ちょっとね、後を得てる感じが。これ、シメとチャカのどっちかじゃなかったとき、マジで誰かめっちゃ上手いと思う。はい、じゃあ、誰？インサイダーの人がポイントを入る人の名前を言ってください。せーの、うわぁ、そうか、そっちか。楽しいし緊張するわ、ドキドキするわ。確かに、いや全然しゃべらんもん。待って、緊張した。これ1周目やった時にすごいね、あ、俺松倉なんだろうなって表情ですごい思ったんだよね。そう、喋ってる内容的にはシメとチャカの方が怪しくて、うまかった、うまかった、マジ思った、うん、どうぞどうぞ。はい、マスターノエル、オーバー。おーし、チャカから質問して。物体がありますか？あります。まあまあ大まかに。物体が、物体があるね。物体がある。物体がある。おい、笑ってんだよ。怪しいな。お前ちょっとちゃんとメモり始めた。こいつちゃんとメモり始めた。まあ怪しいな、怪しい。こいつ怪しいぞ。じゃあそれは食べれますか？食べれません。それは特定した色はありますか？ありません。あ、ないの？いろんな色があるとか。いろんな色があります。ああ、なるほど。ないやってことは知ってるんだな。いや、ないっつった。お前、うるせえ。マジうるせえんだけど。日常ですら目にしますか？します。好きですか？俺は嫌いです。大きいですか？三角。大きいか小さいかっていうのはちょっと判別が難しい。人ですか？人ではありません。小学校の時には知ってますか？知ってます。最近は目にしたり触れたりすることはありますか？あるといえばある。形を変えてある。いや、バルバスバスの機械ですもん。分かんないじゃん。分かる。これすごくない？これで分かったら記憶力やべえ。いいんだ、人には野心のやり方があるんだよ。ゲタは匂いはしますか？しないです。え、分かったかもしんない俺それ。じゃあそれは動物ですか？ではありません。はい、オッケーです。じゃあ何か、動物じゃない、引き出せちゃいました。マジで？ラストの質問、トラビスジャパンには必要ですか？必要です。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、答えの方をお書きください。トラビスジャパンに必要なもので考えればいいか。おお、めっちゃ喋るね。お前、もう始まってるぞ。もう始まってるぞ、これ。じゃあ一斉に回答オープン。でね、お金、ミルク、教科書、スニーカー、水、目覚まし時計。そう思った。あ、ノエル嫌いって言ってた。あ、そうか、嫌いって言ってた。そうだよ。そう、嫌いって。俺は嫌いなものですね。牛乳大好きです。え、好きなの？うん、教科書も好きです。マジか、マジか。一番好きだよ、多分。そうだよね。スニーカーはそんなに好きじゃないから、ね、確かに。まあ、ノエルの答え見ようよ。行きますよ。せーの、ドン！え？うわ！え？なんでシズよ？え、だからトラビスジャパンに必要なものだけ考えたから。あ、なるほど。分かんないから、他のことじゃ。質問に慌ててる、急に慌ててる。あー、なるほどね、確かに。絶対シズやだ。だって2番しかないし。完全にね、だって。で、ポイント欲しかったよね、急に。優勝したいと思うんだけど、0ポイントだから嫌だった。シズヤね。開き直った態度もシズヤな。あ、シズヤだな。じゃあそれぞれ、はい、インサイダーだと思う人の名前書いてください。せーの、ドン。お前、締めかけ、松倉、宮近、
あ、静か。え、静や、しめ。静や、高橋と。あんだけ静やって言ってたのに。はい。俺は絶対的な自信があって、いつもメモ取ってるのに、今回メモ取ってなかったね。あー引っかかったね。わざとやったの。わざとする意味ない。する意味なくね。あっちの。俺は誰かをはめて、俺が当てなきゃ勝てないなと思って、で見てたの。あ、じゃあ俺勝てるやめよう。すげえ。作詞だ。じゃあインサイダーの人、正解した人の名前を発表してください。源太中村。やったー。うわ、絶対シズだと。お前だったのか、やっぱり。ごめんだったのか。なんか、よかった。一点取れたね。よかった。なんか、みんなのあれに乗っといてよかった。シズ。うわ、絶対シズ。シズか。お前、俺って言ってたじゃん。ね。ちょっと、インサイダーやりたい、インサイダー。そうだよ。やりたい、やりたい。うわー、シズに騙されたの、ショックだわ。いや、騙してないよ。俺だって言ってたじゃん。お前が騙したんだよ、俺のこと。いや、元太が全部庶民なら面白いんだよ。確かに。なんかね、そうそう、元太来そうな気がすんだよ。はい。私だ。まったくか。もうやだ。誰から行く？そっちか。あ、俺から？大きいですか？これは機械ですか？いえ。いえですね、乗っとくか。うるさい！うるさい！いいえ、ね、乗っとくか。いいね、なんか揺さぶってきたね。どう生き物ですか？いえ。黄色ですか？いいえ。黄色？で、そう、特定する。見れますよ。いいえ。それは、目で見れるものです。はい。カルビスジャパンは持ってますか？それ持ってないです。持ってないんだ。じゃあちょっと攻めた質問したいと思います。攻めて攻めて。それは海外にありますか？はい。よし、俺分かったわ多分。それは地名です。はい。いや、ピンポイントすぎるな。そうです。よく分からないです。自由の女神ではないと。あ、そういうことね。メディアはアメリカですか？南側。アメリカではないってこと。下ってこと。聞いたら最後だね。言ったことないです。絶対聞いたことある。分かんなくなった。あと1回すれば俺絶対分かる。多分使命は分かんないと思う。俺マジ絶対使命は分かんない。ノール君だったらギリックするからぐらいきます。せーの、ドン。うわー、すごい。みんないい点いってるよ。何曲なんで、うん、南って言ってたから。え、何？じゃあいきますね、はい。せーの、ガラパゴス諸島。なんでだよ。わかんねえよそれ。いやだからこれはインベーダーじゃねえや、インサイダーが仕事しなかったんだ。そうだよ、インサイダーが何もヒントくれなかったってことだもんね。でこれは誰にもヒントを与えず自分が2ポイント勝とうとしてんだよね。だから誰か当てればいいんじゃない。行きますか。じゃあ絶対こいつ書きました皆さん。はい、せーの、ゴー。松倉ゲン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 締めかけ締めかけノエル松倉。いや、俺の考えからすると、シメって多分ガラパゴス諸島分かってなかった可能性ある。完全に？絶対知らないよ、ガラパゴス。トカゲがいるとこでしょ。はい、じゃあ、インサイダーの人、正解した人の名前を、あげてください。松倉とシメです。おー。いや、これはもうね、あのね、確信はあったわ。理由は、あの、唾飲み込む音が聞こえた。たどたどしいじゃん、なんか相槌とかも。あと口数も少ないし。だから全然結びつかなかったんだ。分かってねえもん絶対。ちなみに俺めっちゃシメのことけなしちゃったんだけどさ、ガラパゴスちょっと知ってる？知りませんでした。危ない危ない、よかった。知りませんでした。危ない危ない。こそ
ゃん、これ松倉が優勝だよ。おマジやったということで、優勝した松倉さんはすごい、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 みんな見てる、勝ったよ俺。じゃあもう今日のご褒美、総評いいよ。おやった、おいいじゃん。それでは松倉海斗さん、今日の総評お願いします。本日ですよ、インサイダーゲームの松倉海斗は天才だ。以上、トラビスジャパンでした。天才だ、天才だ、天才だ。何も流さない無音でも、無音で20秒無音でも出すな、無音でいけるそれ。バリエーションあったもんね。あ、縦文字のペットは縦文字のやつ。明日も笑顔で。終わっちゃった。